もこんにちは。こんにちは。甲子園欅散歩道、マギログ動画、今日も甲子園欅散歩道を一緒にお散歩したいと思います。動画改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もマギーと、周永館の鎌田です。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マギー、今日はどこを連れてくれますか？今日はなんと出ました、セザイモンさん。出ました、芸能人御用達。はい、そう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 、たくさんの有名芸能人が大好きな、この噂の清左衛門さんに、先生、ここってちょうど甲子園欅散歩道のどのあたりになるんですかね？そうですね、もう入ってすぐです。こちらに看板があるんですけど、入っても0.1 キロ、100メートル、もう歩いて10秒ほどですね。甲子園欅散歩道に入って、もうすぐにこの清左衛門さんを見せるんですね。西に 0.1 キロ、東へ、そして東へ約 1.8 キロ、まあ玄関口って感じですかね。なるほど、清左衛門さんで甲子園欅散歩道が始まると言っても過言ではない。じゃあ早速行ってみましょう。なんか立派な佇まいで、またまたちょっと高級で、すごいね。なんかこう高そうなお店の顔してますよ。あのね、ちょっと敷居が高くて入られへんっていう人すごい多いんですけど、あの勇気出して入ってみてください。あの全然大丈夫ですか？あ、本当。あの、まあ、私よく知り合いに紹介するんですけど、中入って買うもんなかったら、おにぎり1個買って帰りっていつも言うんですけど、確かに、ね、そこにおにぎりって書いてあるんですよ。おにぎり部屋どうでしょう？先生、ここでおにぎり食べたことあります？まだ食べたことないんですよ。じゃあ僕も食べたことないので、先生一緒にちょっと試食。そうですね。ていうか先生怒ってくださいよ。本当わかりました。ありがとうございます。先生、ごちになります。じゃあ、その、ありがとうございます。こんにちは。はい、失礼します。先生、のれんが似合いますね。ありがとうございます。日本男児。日本男児。はい、こんにちは。あ、すごい。あの、今外でおにぎりの紹介してたんですけど、なんと先生は食べたことないということなんですけど、もう無理ですよね。今日はあの鎌田先生におごってもらうことになったんで、後で私たちにいただきます。つけは周永川さん、よろしくお願いします。はい、こちらが清左衛門さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。映像で伝わるかな。一つ一つなんかこう、小さい、そうでしょ、繊細な、そうですね、料理の数が。え、かわいい。かわいい。あの、この清左衛門さんの商品をご案内いただくのは、まあ、やっぱりこんだけあの美人勢ぞろいなんで、ちょっとお顔上げていただいてよろしいでしょうか。いや、美人ばっかりや。はい、完全に顔で選んでるパターン。そう、多分そうだと思います。はい、オーナーの北さん。オーナーの、はい、恵子さん。恵子さん、こんにちは。はい、こんにちは。いつもお世話になってます。お世話になってます、山本さん。はい、よく言ってます。じゃあ、その清左衛門さんをご案内してもらいたいと思います。お店の紹介は、じゃあ、あの、ね、プロにお願いした方がいいんで。はい、じゃあ、どうぞよろしく。あ、じゃあ、バンバさんと木下さんと澤田さんに一人一品ずつ紹介してもらいましょうか。それもいいね。じゃあそれで、あの、お願いしていいですか？はい。こちらの方がバンバさんです。バンバさんで、初めまして。バンバさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ビジネスが美人ですね。はい、甲子園欅散歩道を代表する美人、バンバさんとご紹介いただく一品は、じゃじゃん、しょげ茶漬けです。こちらですね。僕も大好きです。お、先生、しょげ茶漬けどうやって食べてます？これ、そのままご飯の上に乗っけて、あの、本当はお茶かけて食べるのが美味しいって、お伺いしてるんですけど、しょげ茶漬けですもんね。そのまま食べてもね、ちょっと、まあ、あの、塩辛いところはあるんですけども、あの、とても美味しいんで、ご飯にはものすごく進めます。先生もこのしょげ茶漬けは納得の一品ですね。もちろんです。僕はあの、お米大好きなんで、白いご飯に、ね、この酒を乗っけて、あったかいお茶を買って、最高です。さらっといきたいところですね。先生、お酒飲む人ですか？あ、僕はもうお酒はそんなに強くないんですけど、酒飲みの、酒飲んだ方がいいんじゃないかね。ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続いては、じゃあ木下さんにお願いします。こんにちは。木下さん、
スラムビジネスで、ね、キヨさんと可愛らしい感じですかね。先生どうですか、こういうタイプですか。皆さんも綺麗なんで誰か一人選べっていうのはなかなか難しい。じゃあ、木下さんが選ぶ製材もおすすめの一品、じゃじゃん。贅沢茶漬けの王道ですね。どれやっぱしこれがこれですね、はい、うわすごい、あ、なんか色が入ってますね、はい、チリ麺、ごぼう、まあまあその通りほんまに贅沢な感じですけど、ね、中身は何が入ってるんですか。はい、じゃあ、はい、ご紹介ください。中身は、うん、アナゴと昆布、うん、ごぼう、チリ麺の4種類。もうこの小さなパッケージの中に詰め合わせに入ってるわけですね、はい、少しずつご飯に乗せてお茶漬けしていただくんですけど、問題でもいいですか。芸能人の方これを出す。あ、そうですね、芸能人の方はこれを選ばれているそうです。はい、いっぺんにご飯に乗せるのもよし、いっぺんはちょっと辛すぎるので、ほんと少しずつで、これで3杯半ぐらいかもしれない。なるほど、の贅沢のお茶漬けを、はい、それでは楽しめます。はい、ありがとうございます。これはどう、マギー、食べることある。ちょっと、あ、一であれば、ゼリー、あの、霧の箱入ってるんですよね、これ。次です。あ、すみません。次の箱に入ってるバージョンじゃないバージョン、これはこれを入れてくれはるんですよね。そうです、中身同じですけど、これはパックになってる。パックの、パックの方が当然お買い求めやすいですね。はい、はい、いいですね。じゃあ、まあ、気軽に製材の味を、はい、楽しむ、もしくはその、はい、トライするにはぴったり、はい、はい、あの、お送りする形でもいいですよね。いいですね。はい、はい、そしてもう一品行きましょうか。はい、澤田さん、よろしくお願いします。澤田さん、澤田さんですね。はい、あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。澤田さん、結婚してますか。はい、もう確認、はい。はい、澤田さんも誰かのものということで、はい、はい、お願いします。澤田さんが選ぶ製材もおすすめの一品、はい、これだ。こちらのミネラルナッツアルピス。あ、これもちょっともうほんまに止まらへんくなるやつです。これは何、おやつ。はい、こちらなんですが、はい、おやつにもお召し上がりいただけますが、うん、洋食にもすごく合うんですね。中身は何ですか。はい、オーガニックのナッツ類と、あとあの京都の宮地さんのごま味を使っております。お味付けなのこちらの商品辛口が多いんですが、こちら甘口、あの、やや甘口になっております。沖縄の波照間さんの黒糖を使っております。はい、すごくあの美味しいお味付けで、ね、もうね、止まらないんですよ。もうほんま一気に全部食べちゃいますよ。もう見てください。いや、ほんまに、あ、いや、じゃあちょっと試食させてもらってもいいですか。はい、いいですか。じゃあマジ、はい、僕は後でじゃあ、はい、僕カメラ担当なんで後でじゃあゆっくりもらいます。うわ、いや、いいんですか、そのままでぶちってあげちゃって。ちょっとそのままでいいですか。わーわーわー、いいですよ。はい、ワイルドに、ワイルドに、うん、すごい、ごまめ。ちょっと一回じゃ手のひらのっけた状態で見せてもらっていいですか。はい、すごいすごい。あ、すみません、大丈夫です。はい、どんな感じになるんですか。はい、よいしょ。はい、最初に50文字。20個、いや、書いた気持ちはよくわかる。すごい、すごい。じゃあ、早速、はい、マギーからいきましょうか。はい、はい、いただきます。はい、これは何ですか。くるみですよね。くるみですよね。くるみいただきます。はい、サクサクで、でも甘いんですよ。黒糖の甘さで上品な、あったかいお茶にも合うし、合います。コーヒーとかでも合うんかな。コーヒーでやっぱり、ね、あ、コーヒーもお酒ですかね。あ、いや、美味しいよ、ほんまに美味しい。あ、素晴らしい。じゃあ先生、あ、はい、先生はどっちから行きます。じゃあお魚、こんなのお魚から行きます。あ、本当に甘いですね。甘い、はい、美味しいです。先生だったらこれ何合わせますか。何合わせ、いや、もうこれだけでも食べれます。 おやつになる。おやつね、うん、なんか頭が良くなりそう。ほんとに噛むからね。ね、今くるみもすごい体にいいって言いますよね。あの、北さん、そう言ってます。はい、はい、これは正しい食べ方ですか。何やってもらっても美味しいです。これのこだわりを一言。こだわりはね、うーん、私がナッツが大好きで、黒砂糖が大好きで、あ、多分美味しいだろうなと思って。これってあのお店できた時から最初からいやいやいや、最近ですか。まあ、最近というか 1,2 年ですけど、基本はあのいいもので
調味料で美味しく止まらない止まらない。これの唯一の欠点は一袋開けたら一緒。あー一緒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 。買った料理研究家の友達が家に帰るまでに全部食べた。あれ分かりますね。車の中で食べた。家に着くまでに全部なくなるやつ。それだけが欠点。先生、じゃあもう一品、はい、先生食べたことないというおにぎりを。おにぎり、はい、じゃあすいません、じゃあどれがおすすめですか、おにぎり。おすすめは、はい、アナゴですけども、アナゴか鮭か。僕選んでいいですか。はい、先生、で自分でお金払うのダメですよ。はい、これは一個先生買ってみましょう。いや、僕、酒好きなんで、酒一緒。あ、じゃあ酒よ。はい、酒はさっきも、知ってる味なんで、冒険してほしいですね。冒険をしない先生がよく保守的。普通の鮭もあるんですけど、これはマヨネーズで、酒もある。マギちゃんの大好物。そう、はい、大好物。あ、鮭は、鮭は外して。はい、じゃあ、僕じゃあ、アナゴいただきます。はい、お、アナゴ。マギちゃんは私は鮭マヨなんですけど、いつもね、これ、アナゴ一番高いやつですよね。そうです。いつも次男がこればっかり選ぶんですよ。ちょっと腹立つぞ。ちなみにアナゴいくつ、おいくらですか。286円。いいね。でもなんかしっかりした材料使ってるんですよね。高級な味がします。アナゴ的にはとても良心的です。へえじゃあ、先生はどれでしたっけ、もう一度お願いします。僕はアナゴ。アナゴ、はい、で、マギーは、はい、じゃあ私シャケマヨ。シャケマヨ、はい。でも今季節限定でタケノコ出てるんですよ。タケノコ、うん、出たてですね。出たてお こ, ですね。これおこはですね、おこは。じゃあまずこれいくか、うん、はい、あ、私じゃあ私いつもこれいただいてるのでこれいただきます、はい、じゃあおかきは先生の方。先生ですけど、はい、先生ですけど、はい、先生早速一つ、はい、食べてみましょうか。これはじゃあどこから開けたの。この、はい、ここ鎌田先生、製材門さんのおにぎり、はい、初体験です、はい。初めてってちょっともう無理ですよね。ここね、もう贅沢な製材門のお惣菜を気軽に手軽に食べる、それがおいしいですね。これ作っていただいてるんですよね、はい、ね、手作りの美人たちの愛情込めた一握り一握り、愛情込めて作られたおにぎりを。ご飯が美味しい。お、どうです、めっちゃ美味しいでしょ。はい、中に入ってるんです。はい、あの中に入らないです。へぇ、美味しそう。すごいね、これ柔らかい。開けたらね、うん、なんか木の芽の匂いがふわっと広がってすごい、いい香りする。春って感じですよね。下に入れる季節を感じる。ねえ、いい、ほんとほんと。そうですか。いや、これね、あのおにぎりの握り方もちょっと今びっくりしたんですけど、うん、なんかふわってしてて、うん、あ、ものすごく食べやすい。お、いいですね、はい、じゃあもう一口、はい、行きましょう。おいしい。このおにぎり一つ286円の価値ありますか。もちろん十分あります。大きいですね。いいですね、はい、大きいです。これサイズが、はい、食べ応えもあるし、でまたこれもあの素材も最高級なんですよね。最高級でございます。はい、何さんですか、はい、今日のアナゴは。長崎です。ここのとこずっと長崎。長崎のアナゴ。なかなかもう瀬戸内のね、高いんですよ、アナゴ。あの子高いし取れないしね。マギーは、はい、綺麗なタケノコ。タケノコです。旬ですよね。おこわですよね。おこわ、おこわですね、はい、はい、おこわ大好き。じゃあもち米も入ってるって。もち米もあの同じお米屋さんのもち米。もち米です。はい、大きな口で一かぶり、はい、いきましょう。ああ、ガブ。もっちりしてすごい美味しい。美味しい。やっぱりね、この春の、うん、そうですね、タケノコは春の訪れを知らせてくれますよね、うん、感じれる一品です。春やわ。そんなタケノコがふんだんに入ってます。めっちゃ入ってます。今しか食べないんですよね。タケノコ今年めっちゃ高値です。言いたかない。だからここであのタケノコの気分を味わってもらって。季節が終わったら終わりですよね。終わりです。限定品ですよね。なんかどんどん新しい、来るたびに新しいものが増えてるんですよ、うん、おにぎりは。これでずっと一緒じゃないんですか、ラインナップ。でもまあ、そんなにも変わらないけど、豆ご飯になったりとか、あとなんですか、うん、また新しいのやつはそのうち。お
稲荷さんも美味しいし、稲荷さんもめっちゃ美味しいわ。でさん使ってますしね、うん、でもちょっとこの色鮮やかなピクルスもすごい、なんかね、そうだ、すごいスイートピクルスって可愛いね、色が綺麗、スイートピクルス、うん、スイートピクルスね、梅干し、梅干し、あ、梅干しね、いや、ピンク色が綺麗やなと思って、いいな、俺も早く食べたいんで、撮影終わるっていいですか、はい、はい、じゃあ今日は、はい、清左衛門さんに来ました、はい、北さん前に入るように、はい、はい、北さんもう一個前に、はい、はい、皆さんももうちょっと中に入ってもらって、はい、はい、はい、行きましょう、はい、あ、ありがとうございます、バイバイ、はい、はい、お願いします、はい、はい、はい、じゃあ行きます、はい、もう少し皆さんの後ろで寄ってもらっていいですか、はい、寄っていきましょう、はい、はい、今日は清左衛門さんに来ました、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ僕も今からおにぎり呼ばれます、はい、おいしいです、皆さん食べに来てください。